はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ガーベージの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、結構いろいろと、進むことができましたね。でまず今回は、前回取った、クエストアイテムを渡しに行こうかなと思います。機関車トーマスの場所ですね。結婚の嫁、名報酬6ドルで、次が忍者、忍者に手裏剣、これで壺が、ラッキー手裏剣波動剣で、この壺をアンナ教会に持っていけば、これで完成するんじゃないかな、儀式。あ、なんか出てきたよ。私たちの救世主アンチクライクライストが誕生。ここの人？ここにいた人がアンチクライスト、やっと自由になれた。あ、これは同じか。これでどうなる？これで夜にもう一回来たらなんかなるのかな？ではバム、ワンダーランドですね。昼のワンダーランド。The tripping lad is less detached from reality than electronic thoughts and lizard with their games.なんか今エレクトロニックアーツとブリザードのこと言ってたような気がする。まずこの人めちゃくちゃゲロ吐いてるけど、ディーラー結晶、このキノコをずっと放置していました。誤って薬の代わりにキノコを飲んでしまった。この灰から抜け出すのを助けてください。世界中に散らばるキノコを手に入れて、究極の力を持つポーションを完成させましょう。臭いキノコ、プリティマッシュルーム、どっちでもいいや、とりあえずこっちの人、クリスタルを持ってきてください。ポストマンツンドラハット練習ボーナス、これで こっちにして、
決勝。エリアクリア。これで、あとじゃあ夜かな。他に行けるエリアないし、あ、遊び場に、ん？誰だ？あ！キノコがある。いやでもこれちょっと休んでからの方がいいかな。であとは、トレーナーさん、ロックを解除。伝説的なギャングスターの旗、ロックを解除。ここ早く全部ダンサーにしたいですね。アップグレードするには、あ、これはそんなに資源使わないんで、アップグレードする。はい、よし。ちょっとお金がなくなってきたな。グレードするのは、あー結構使うな。よし、回復したんで、キノコ。ストレンジスマーフ、ガーガメルの望み叶えるために来たのか。よし、プリティマッシュルーム。ということは他の場所に、あ、ここかな、ダンプ。よし、あれ、これもうすぐ終わりなのかな。ワンダーランド。よし、スプリントが2個。じゃああと夜ですね。この人はトレーニング。この人もトレーニング。
ストレン、いや、こっちかな、パンチングマシン。前回登録したアリーナ。ちょっと休んでもらって。同じ格好になっちゃいましたね。よし、エル・アントニオ。セフトゴミはエレクトロニクスかな。これなんだっけ、何にもできないやつかな。あ、何にもできないやつだ。参ったな。トレーニングはできるのか。あ、できない。どうしよう。じゃあやめようか。参加しないで。怪我したら大変なんで参加しないで、夜の あれもうワンダーランドだけかな。あんな教会同じだ。二つもありますね。あ、種だ。1ドルで種が買える。これ手出したらダメになっちゃうから、もしかしておもちゃ。強っ。レベル60。臭い。よし、あ、これだけ。あ、一応変えるのかな。
これで？で、今休めないんで、休めないし、何にもできない。ボクシング大会。とりあえず朝になったら回復して。大会あとここですね、ホームレスシェルター。そう、陰謀が欲しいって言ってるんだけど、一回出してみようか、これ料理に。あ、やっぱこうなる。これでも倒せばこの人の陰謀もらえるのかな。お前の陰謀くれ。あ、じゃよし、もうもらった。あ、もらってない？このままでは廃業しなければなりません。あれ、これ。お、キュウリ。これもう買えないのかな？陰謀なかったよ。後でまた来てみようか。じゃあ、ストップ。あとあれだ、すいません。あ、ここだけ種がない。種欲しがってる人がいるんですよね。市場だ。市場の、あ、交換できる。よし、パン。この辺買っていこう。で、パン欲しがってたのが、誰だっけ。夜かな？出荷ドックじゃなくて、貨物。あ、ゲインスタション。で、食事4つか。うん。
よし。ロナウジーニョ。多分夜になるとまた動けなくなると思うんですよね。あの月が来ると思うんで。ちょっとトレーニングやめて、ご飯作っとこうか。待てよ、丈夫なゲートアップグレードしようかな。うん、アップグレードする。はい、おお、戦争なもん。大丈夫、あれは一回だけなんだ、あの月は。じゃあ夜の、パンを欲しがってた人。あれ？レッドナイトだったかな？あ、昼だったかな？ないですよね。種買って。どうやって陰謀も。もしかして何？セックスすればいいのかな？私には3つの挿入可能な穴があって。あなたの奥さんとは違って全部アクセス可能なの。これアクセス可能という表現いいな。でも10ドルはちょっと痛いな。ちょっとやめとこう。さあ。ゲートが、お、防いだ。ボクシング大会も来るし、あれ、パン欲しがってた人誰だったっけな。あ、警官来る。で、昼の。
ファンを欲しがってた人が思い出せない。いないっけ。あれいないかな。お。めめ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 特にない。入ってない。お、なんか色変わりましたね。グランドセフトゴミ。うわ、強っ。いやー、これは強すぎる。やったけど、ああ無理だ。うん。あ、これやばいな。
ジャスティスリーグまで。治らない、防いでくれ。あ、でもダメージ負ってる。何にもできないの来た。ボクシング大会ってよ。ちょっと夜もう一回いろいろ回って、あ、種買って、ペットボトル買っとこう。たまに教会にやってくるアンチキリストの信者。何回かここに来なきゃいけないのかな。そのたまに来るアンチキリスト信者をやっつけないといけないのかな。あとこれか、$10。あれ、これなんかルートミスったらクリアできないとかある？の選択肢の。あ、違う、これ、いや、パンはあるんだ。わからない、何したらいいんだ。あとこれだけしかないよ。
なんかすごいの装備してるな。なんか変なお面もかぶってるし。よし。よし。あ、同じか。あ、伝統的なトラックスーツのトップ。で、またエントリーして、あ、昼じゃないとダメか。休めない。あ、これで終わり？じゃあ、あとあ、またこれ今度ここだ。サインアップ。アンチキリスト。あ、で、これはまあ後でサインするとして。うん。はい。ではそうですね。今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。